皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もオフィス秘密で遊んできます。さあ、美女さんがまだ新しく来てないので、今日はですね、探したいと思います。おっと、びっくりしましたね。用のパソコンが一気に反応しましたけど、何に反応したんですかね。サイエンちゃん、エンエンちゃん、一番下に郊外に来たらいいんですよね。郊外か、この横、ここ宿屋、ああ、宿屋にいらっしゃいますね、お一人。さあ、では探しましょう。お、郊外。え、一回、おー、違う。もういらっしゃる美女さんで。さあ、では体力回復。あと50回ありますから、150回訪問できますからね。それまでに頑張って探したい。うりゃーっと。結構強い。さあ、この前来てくださった美女さん。お強いですね。まあ、レベル上げましたからね、頑張って。さあ、ここにはいらっしゃらない。あー、海鮮ですか。なかなか最近出会えないんですよね。さあ、運勢92。お、郊外、お願い。あー、違う、許可で、許可です。いいですね、許可してお金いただけるとか。お、宿屋。あー、来ました。来ましたけど来るなって言われた。なんで寺から剣撃の音がしたと。いやー、嬉しい。あ、早かったですね。今すぐ迎え入れます。はい、美女さんを妻にしますと。妻を美女さんにするか、美女を妻さんにするか。あれ、来ました。じゃあちょっと救済しておいて、原稿を使って、さあ、一回訪問しますか。いやー、結構30分ぐらい訪問しないといけないかなと思ってましたけど、いやー、よかったですね。よーし、山賊の財宝没収って書いてますけどですよね。山賊さんはどこからか盗まれてるはずですから、盗んだものを没収しているか、預かっているって考えればいいんですかね。うん、そういうことですね。決して使えませんので、ご安心くださいと。石川五右衛門さんみたいな、なんか、あれでしょう。お金持ちの方から盗んで、平民の方にばらまくみたいな。なんかいいようで悪いような、なんか悪いようでいいようなお話ですけど、さあ、連盟にですね、レベル7の連盟、入れていただきました。いやー、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。連盟建設先ほどしたんですけど、200ですね、させていただきました。で、これで、あれですね、そう、2000号検知になると、大凶ちゃん、小凶ちゃんの募集、できるみたいなので、1個でできるのが、これを10個集めないといけないのかで、かなり変わってきますけど、今、連盟貢献値が、貢献度ですか、左上に830ってありますから、あと1206回、6日ですね。6日でいけるんですけど、これが10個必要なら、ざっとですね、100日なので、3ヶ月以上、頑張らないといけないと。お、これ何ですか。あ、すごい。派遣したい。あー、でも派遣報酬連盟財宝がいただけると。なんか能力足りないってことですか。派遣条件、あ、星5の資質が必要なんですね。これは参りますね。ないですね。ダメですか。星5、星5。ちょっと武将見ますか。星5持ってないのかなと。どこで星が見える。あ、資質、これ。あ、星5ある。あれ、星5ありますね。レベルアップ。はいと。あー、確率。日替わりなしさんと同じ。お願い。一回も成功しなかった。じゃあ、あと書籍、経験値とかで上げるしかないですか、確実に。お、着替えてますか、これは。あー、鎧が若干違いますね。おー、かっこいい。天下平定と、天下太平と。よくわかんない違いが。さあ、では、ちょっと成績いただきますか。さあ、
ランキングあんまり上位の方は変わらないでしょう、入れ替わりは。すごい、今入れていた連盟の江戸川コナンさんが独走されてる。では戻りまして、おかえりなさいませ、旦那様。さあどちらにいらっしゃるでしょうか、一番右でしょうか。あ、いらっしゃった、こちらですね。今日は戦火のことなど忘れるくらい飲み明かそう。すごいですね、槍ですかね、折れてませんかこの槍。さあ行きましょう、飲み歩きましょう。お疲れですか旦那様、間もなく別荘に着きます、少し休んでいきましょうと。美味しいお茶をいっぱい用意しております、どれをお飲みになりますかと。口当たりが優しい方できますかね。おっと、口当たりが優しいのは竜医なんていうものですか、だけではありませんと。おぼろですかね、竜ですかね。おー、いいですね、なんていう優しさ、優しさに包まれたい、なるほどさんみたいなですね。いや、なんかキャップがすごいですよね、鎧着てる子があれですよね、優しくなっちゃうみたいなですね。え、同じ方、すごいですね、あれですかね、ビフォーアフターみたいな感じですかね、なんということでしょうみたいな、こんなに可憐な姿になってしまうなんてと。欲しいこのスキン、イベントやってないですかね。ちょっと他の子も気になりますね。まあそれは花が再び花開くように今度見せしますかね。出会えるでしょうか。いやーすごい、いやーゲットしたいですね。あ、これが連名購入で、限定報酬。さあ、あ、サーバー感いただける、すごい、第40位と。いいですね。あとは連盟順位、お、2位ですね、すごい。今日は何日ですか、今日12日だから、あ、今日の夜10時になったら受け取れるんですね。2位だとすごいですね、1位だと称号いただきますよ。これは巻物パック、あ、書籍パック、さっきのいただけるんですか。これで資質上げられますね、まあ、詳しくはぜひですね、日狩りナイスさんとか、オニオリアナルさん、成り上がりさんとか、たくさん動画をお出ししてますので、そちらの再生リストから、ご覧くださいませ。ではですね、今回の動画以上とさせていただきます。他にもゲーム実況ですね、たくさんお出ししてますので、よかったらご覧ください。ではご視聴ですね、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。